経済政策提案 IT 産業を育成すする必要があります世界中の企業時価総額ランキングを見ると、1位のアップル、2位のマイクロソフト、4位のアルファベット、グーグル、5位のアマゾン、6位のエヌビディア、8位のメタ、フェイスブックなど、米国の IT 企業が10位以内に退去分布しています。米国は製造業が崩壊して経済成長の動力を失ったにもかかわらず、 IT 産業が発展して米国の経済成長を促進していますそのため、我が国も米国の事例を模倣し、IT 産業を育成しなければなりません。IT 産業を育成しなければならない理由には、多様で重要な理由があります。1. 経済発展。IT 産業は現代経済の重要な要素の一つです。情報技術は生産性を向上させ。 新しいビジネスモデルを作成することによって経済成長を促進します IT 産業は新たな雇用を創出し国内外の市場から輸出機会を提供し国の経済をさらに強化します2イノベーションと競争力の強化 IT 技術はイノベーションと結びついており企業と国家が競争で優位に立つために不可欠です IT 業界を育成することで企業は新製品やサービスを開発し 競争力を強化すするのに役立ちます3産業のデジタル変換現代のビジネス環境ではデジタル変換デジタルトランスフォーメーションが不可欠です IT 技術を活用することで企業はより効率的に運用し顧客により良いサービスを提供できます4雇用創出 IT 業界はさまざまな分野で多数の雇用を創出しますプログラマーシステム管理者データアナリスト セキュリティ専門家など、様々な職業が IT 業界で必要です。5. 高度な技術研究と開発、IT 業界をサポートすることで、高度な技術研究と開発を促進できます。これは将来の技術の基盤となり、国の科学技術能力を向上させるのに役立ちます。6. 教育と能力の開発、IT 産業を育成することで、 教育システムと能力開発プログラムを通じて人材を向上させることができますこれは国の労働人口をより強力にし専門知識を持つ雇用を提供します。7データ活用と意思決定 IT 業界はデータを収集、分析、活用する機会を提供しますデータ駆動型の意思決定は企業と政府の効率を向上させ問題を解決するのに役立ちます。 8. グローバルコネクティビティ IT 業界は世界的に接続されており、国際市場で活動する機会を提供しますこれにより、国はグローバル経済と技術エコシステムに参加することができます。